京成押上線。押上線は、東京都墨田区の押上駅と勝飾区の青戸駅を結ぶ京成電鉄の鉄道路線。都営地下鉄浅草線と京成電鉄本線をつないでいる。駅ナンバリングで使われる路線記号はケース。営業キロ5.7キロメートルの短い路線で、沿線は密集した住宅地、長工場に囲まれている。起点の押上で、 都営地下鉄浅草線と直通運転を行っており、早朝、深夜を除き事実上浅草線と一体化した運転系統となっている。さらに仙岳寺、京急本線品川を経由して、京急本線、栗浜線、京急崎、横浜、横須賀中央、浦賀、京急栗浜、三崎口方面、空港線、羽田空港方面と直通運転を行っている。 終点の青戸においても、隣駅の京成高砂駅経由で、本線、京成船橋方面、北総鉄道総線、千葉ニュータウン方面、成田スカイアクセス、成田湯川経由成田空港方面に乗り入れる列車が多い。さらには、東、成田線東成田を経由して、柴山鉄道線、柴山千代田方面に直通する列車ある。また直接ではないが、 青戸駅で本線の上の方面列車に乗り換えて、日暮里、上の方面に向かう乗客も多い。多岐にわたる直通運転が行われているため、自社のほかに、東京都交通局、京浜急行電鉄、北総鉄道、芝山鉄道の合計4社1局の車両が走行している。京成電鉄の最初の開業区間は、1912年に開業した。 現在の東路線と本線の一部にあたる押し上げ、江戸川間と金町線の一部の京成高さ後、柴又間である。京成電鉄におけるターミナルは、押し上げが最初であり、押し上げ青戸間は、本線の一部であった。その後京成上の、日暮里から青戸までを結ぶ路線が開業してからは、本線の地位をそちらに譲り、押し上げ青戸間は、押し上げ線となる。 1960年に都営1号線、現在の都営地下鉄浅草線と直通運転が開始され、押上線は京成電鉄における都心直結路線としての機能が確立し、本線のターミナルである京成上の日暮里よりも多くの乗数を輸送する路線となる。なお、私鉄路線地下鉄との直通運転は日本初であった。1991年に 北総線が、京成高佐後まで延伸すると、北総線、都心間のルートの一部を担うこととなった。さらにエアポート開特の運行開始後は、成田空港羽田空港間を一本の列車で結ぶ、ルートの一部取った。京成線内快速運転開始後は一時両空港を結ぶ列車は大幅に減便されたものの、成田スカイアクセスの開業後に新しく列車種別に、空港アクセスを目的とした。 アクセス特急が設定され、このアクセス特急による両駅を結ぶ列車が再び増えた。このように、京成本線と都心を直結する連絡線としての機能のほかに、2空港のアクセスを受け持つ、中継線としての機能を持つ路線ともな。押上線は、都営浅草線との直通運転によって、浅草橋、日本橋、銀座、東銀座駅、新橋などのエリアと直結し、 京急線方面にもアクセスする。本線の青と日暮里は、主に、上野、秋葉原、池袋、新宿、渋谷のエリアへのアクセスルートである。ただし成田スカイアクセス開業後も、スカイライナー、成田スカイアクセス線経由や、本線経由、モーニングライナー、イブニングライナー、臨時列車になった、シティライナーなどの優等列車は、本線の形成上野をターミナルとして発着している。 前日の通り、京成本線、成田空港線、成田スカイアクセス、芝山鉄道線、北総鉄道北総線、都営浅草線、京急線と直通運転を行っており、行き先、列車種別、運行系統は滝にわたる。普通を除く、快速以上の列車種別の押上線内停車駅は、いずれも押上駅と青戸駅の2駅のみで、 船内の途中駅はすべて通過する。このため、当船内普通以外の種別は、押上駅で種別変更する列車など部を除く、京急線、北総線、京成本線、成田スカイアクセスでの種別に合わせた案内をしている。ただし、京成では、快速特急と呼称するが、京急では、快特と呼称されるほか、京成では、エアポート快特の呼称は用いない。 押上駅やお駅間のみを運行する列車は上り2本、下り5本、と休日は上り2本のみの普通列車のみで、それ以外の列車は他の路線に乗り入れている。押上線内では、速達列車、普通での運用であっても、都営浅草線、京急線では、列車種別が異なる運用が多く、上り方面、押上線から都心、京急線方面においては、押上駅で、 下り方面、京急線から押上線方面においては、京急線の品川駅あるいは押上駅で、それぞれ列車種別の変更をしている。ただし都営浅草線内は、エアポート開得以外、すべての列車種別が各駅停車である。日中の運転本数は1時間あたり各駅に停車する、普通、全列車京急線直通、京急線内開得と、快速。 アクセス特急、快速特急などの優等列車が、それぞれ6本ずつ設定されており、40分周期での運転パターンを構成している。朝ラッシュ時は、再ピーク1時間に23本の設定があり、京成本線押上線都営浅草線の速達列車が多く設定されるが、都営浅草線は前述の通り、エアポート開徳以外は、各駅停車で、 ラッシュ時は退避設備のある駅がないため、エアポート開徳は上りの1本のみとなっている。線内で通過列車の退避が可能な駅である二面三線の、八広駅は退避線を上下線で共有使用しているために上下列車が、同時に列車通過待ちをすることができない。朝ラッシュ時は上り方面に5分に1本程度。 速達列車が設定されており、八広駅で通過待ちを行う普通列車が多く、退避設備を上りに占有されているため、この時間帯の下りの速達列車は、約15から45分間隔で運転される、アクセス特急のみである。なお、朝の京成高砂駅普通列車の中には、京成高砂駅で、京成桜、京成成田方面への快速となる列車がある。 逆に夜は、下り方面に、速達列車が設定されるが、1時間あたり、最大6本と朝のラッシュ時よりは少なく、八広駅で対比を行う普通列車も少ない。しかしこの時間帯の上りの速達列車は、やはり30分に1本程度である。夜には、京成成田方面からの京成高砂駅快速が、京成高砂駅で押上線普通になる列車がある。 車両編成は2014年11月8日以降、すべての列車が8両で運行されており、平日の朝に1往復、京成高佐5駅に島5名駅間残っていた6両編成の列車も2014年11月8日のダイヤ改正で8両編成に変となった。2010年7月2日までは深夜と早朝に、各1本押上駅発着の4両編成の金町。 線直通列車があった。1985年10月のダイヤ改正までは、4両の都営線直通も設定されていた。快速特急、通勤特急、快速は京成本線、芝山鉄道線と直通する種別であり、アクセス特急、普通は北総線、成田スカイアクセス線と直通する種別である。特急は、双方とも存在する。 なお例外として、押上線内発着の、快速特急、快速、普通や、京成本線、芝山鉄道線内のみを快速運転する、普通も存在する。京成電鉄では2006年12月に登場した列車種別である。日中は、浅草線内エアポート開得、京急線内開得、京急蒲田駅停車羽田空港駅発着で、運転される。 朝夕は、京成本線と A 浅草線を結ぶ通勤、通学向けの速達列車で、朝は上り方面、夜は下り方面がそれぞれ運行される。一部に、芝山鉄道線の芝山千代田駅発着の列車がある。夜間の下りには羽田空港国内線ターミナル駅以下、羽田空港発、京急線品川駅まで、エアポート急行、都営浅草線内押上駅まで、 エアポート開得として運行する列車も存在する。2014年11月の一斉ダイヤ改正からは、羽田空港青戸駅、京成高佐護駅間で日中にも運転されている。こちらは、アクセス特急と交互に40分に1本の間隔で、設定され、京急線内開得京急蒲田駅に停車、浅草線内エアポート開得として運転。青戸駅で、 京成本線経由特急もしくは普通列車と押上駅で横浜方面海徳に接続する。成田空港線、成田スカイアクセス線を経由する列車。夕方、夜間を除く時間帯に運行される。日中の大半の列車が羽田空港発着で都営浅草線内、京急線内をエアポート海徳として運行する。この場合は北港、 南行とも押上駅で種別変更を行う。日中は青戸駅で京成本線経由特急、または普通列車と押上駅で横浜方面海徳に接続する。日中以外の時間帯など浅草線内各駅に停車する列車も存在する。この場合、成田空港駅は品川駅からアクセス特急、京成線内の種別と羽田空港駅は オシアン駅から急行、海徳、京急線内の別と案内される。北総線、京成本線と栄浅草線を結ぶ通勤、通学向けの速達列車で、朝夕のみ運行される。京成本線方面は、平日夜のみ。現行のものは2002年10月に登場した。京成本線と栄浅草線を結ぶ列車で、海徳と同じく通勤。 通学向けの速達列車である。2002年10月12日に登場した。京成本線と江浅草線を結ぶ列車で、日中の運行をしたいとするが長夜に運行される列車もある。と休日夕方に関しては、平日の快速特急、特急、通勤特急に代わる京成本線方面、直通速達列車として機能している。平日深夜上り一本のみ、青と初速達運転。 京急線内エアポート急行を運転する列車があるが、押上線内は、急行扱いではなく、快速扱いである。日中は、西御名駅発着で、途中の仙岳寺駅で、仙岳寺折り返し横浜方面海徳に接続する。3600型を含む形成車を中心に一部、列車は、都営車、京急車で運転される。押上線の、普通、各駅停車は、 都営浅草線と直通する列車を主体とし、北総線、都営浅草線、西馬名駅発着、京急線羽田空港、横浜方面と運用範囲が多方面に及ぶ。押上線京成本線、京成船橋方面とを直通する普通の設定は、ないが、朝下りに、京成高砂駅で普通、押上線内は普通京成高砂駅と表示される、から、種別。 列車番号を変更して、京成本線の快速とな列車が、夜間上りに、同駅で、京成本線の快速、京成本線内は、快速京成高砂駅と表示されるから、種別、列車番号を変更して、普通となる列車が設定されている。これらは、品川駅、西馬込駅京成高砂駅、連続停車京成小岩駅間は各駅に、停車するため、 特に西窪米駅は事実上を形成小岩から普通列車と言える。京急線直通列車は品川駅の一本を除いて押上駅、品川駅で種別が変わる。羽田空港方面は京急線内開得、エアポート急行。横浜方面方面は京急線内開得もしくは特急。特に日中時間帯は全列車京急線内開得となる。 1970年5月3日より5月休日に運行された。京急と京成の車両を2本ずつ使用した上でに往復ずつ運行し、京成成田行は成田3号、三浦海岸行は城ヶ島マリンパーク号と相性を変えていた。停車駅は、京急は快速特急、都営線内は各駅、京成線内は特急停車駅で運行されていた。 同年7.8月の休日には、図志海岸駅発着を、主に京成成田行は、パシフック号、図志海岸行は、図志号として3往復運行。この時の停車駅は京成、京急ともに、特急停車駅と同じとした。その後1975年までは、毎年1月、3月下旬、4月末から5月末、9月から11月に、 運行されたが1976年以降は1月のみの運行となった。1978年1月末まで運行。2018年7月7日8日と8月18日19日には3車局直通運転開始50周年を記念して復活運転が実施された。車両は初日の成田3号は京急 1500K1707 編成が 城ヶ島マリンパーク号は、京成3 0 0 0系3 0 3 8編成が用いられ、二日目は、その逆都市、京急栗浜線総長ローカル運用2本も、京成車が大創定いる。なお、1928年から1936年には1947年に、廃駅となった向島駅から、白秀線が分岐していた。2016年度に、 四次アウトカンで高架化の準備工事を進め、2023年3月に工事を完了する予定。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。